こんにちは、にじこです。皆さんもご存知だと思うけど、風さんのインスタストーリーにね、1999 in India っていうね、お母様、美しいお母様と可愛い風ちゃん2歳かなのツーショット写真が上がってましたね。でこれはもうすでにあのインスタのポストにもされてて、ね、皆さんご存知の、ね、お写真だったと思うんですけども、まさかこれがインドだったとはびっくりね。いやー、もうインドに行ってたのね、風さんね。だから魂のふるさと、そういう意味もあったのかなね。それで、マミちゃんもね、家族とインドに行かれてたのですねって。で風藤井家にとってインドは第二のふるさとなのかしらって。それから風さんが現地の方とストリートダンス踊ってるところを見たということなんですけど、そう、私もね、まあ見たんですよ。でも消えましたね。でジュンさんもね、2021年12月20日にハッピーバースデーマーム Your Love、 そうお誕生日にね、写真が上がってたんだよね、お母様の。そう、これがなんとね、インドだったとはね、本当に、ホームタウンオブマイソウ、本当確かだね。いや、それでね、そのダンス踊ってる映像と、あと写真とかね、その子供たちとかインドの人たちとっていうのを私もちらっと見たんですが、もう消えちゃったんでね、やっぱりまだあげちゃいけないものだったんですよね。でもなんかもう、うわ、これはもう、これはといういや、なんとも言えないんですけど、その期待しちゃいますよね。でもう風さんがね、子供たちと何か話してる様子もあったし、あの街並みの立ってる写真もなんか全然なんか何の違和感もなく馴染んでますよね。やっぱり魂のふるさとっていうぐらいでね、なんかきっと、本当に馴染んでるんでしょうね。いい時間過ごせてるといいですね。でそのまあいろいろ写真を載せてた方、スタッフの方ね、現地の、誰ですかってことなんですけど、もう写真ないですよ。ないです。まあでも知りたいという方にはデビル00033351というアカウント名でね、ありますけどね、もう写真載せないんじゃないですか、今も載ってないしね。それから、チャムさんからラジオのお知らせ、24日 J-WAVE ミュージコロジー最終回、17時から17時54分襟抜きのトークを届け総集編ですって。藤井風、スマップ、BTS、スピッツ、マイケルのダイジェスト。本人は出ないけど、まあ音楽を届けるってことですね。別所哲也さんが風の民代表で出演の回もあるようですって。ね、風、あ、これ聞きましたね。別所さんがもう、ね、メロメロのやつ。ということです。それから、タンタンさんが、ソラさんのライブに行ってこられたそうで、にじこさんのおかげで参加できましたって、まあ私がちょっとお知らせをねさせていただいたことありましたけど、それでってことでしょうか。よかったです。すごい近い距離でね、なんか見れてよかったということですね。で皆さん SNS で恥ずかしがらずに藤井ソラのライブ行ってきたと言っていいですからねっておっしゃってくださったってねえ、本当に優しい。サイン会もあったんですって、撮影会とサイン会ね。で11月5日は札幌パークホテルでソラさんのコンサートがありますって。だから行かれる方ね、ぜひぜひって感じですね。はい、ありがとうございます。そしてね、来たる9月30日、もうドキドキですよね。まあ私は何の予定も入れてませんけど、ユミッチャムさんもね、藤井風ストアで新たにハンカチを買ってね、泣く準備してるということでね、はい。そしてですね、ちょっと怪しくない、もう怪しい話って今まで言ってたけど、もう怪しくないね。風さんがもう堂々と言ってくれるからね。マヤさんがね、なんかサイババの
ね、こと興味を持ってちょっと調べた、ウィキペディアで調べてみたってことですけど、私もねいろいろ調べたことあるんですけども、ね、でそのサイババ後継者の記事内容とその人物がまるで風さん、そうなんですよ、もうそっくりで、私もびっくりして、え、風さんやんこれみたいな顔がそうそうそう。で風くんはバシャンっていう歌を再び熱いものにするために音楽の勉強を続けてきたのかな、それも目的の一つなのかなってね、一瞬そう思っちゃって、そうですよね、なんか神を称える歌ね、うん、まあそんなことしてますよね。だって神を称える歌ってハイヤーセルフを称える歌をいっぱい歌ってるじゃないですか、風さん。ハイヤーセルフは内なる神ですからね、神ですよ、同じですよ、うん。でそのサイババさんっていうのは、まあ一時なんか私の子供の頃からな、すごいなんか騒がれましたよね、うん。でなんか物質化現象とか怪しいだのいろんな説も出たんですけども、金粉を出すとかね。でもね、ちょっと思いっきりちょっと怪しい話になってもいいですか。私のことがちょっともう信じられない、嫌いになる方がもしかしているかもしれないという恐れを抱きつつな、大げさな、いやいやいや、あのね、いやまあさらっと言いますけど、私本当に本当なんですけど、私も金粉出たことあるんですよ。いや別に意外にいると思いますよ。私はね2016年の秋分の頃、秋分の日ぴったりだったか覚えてないんですけど、急に手のひら手の甲腕顔に出たんですよ。それで一緒にいた人たちがあれちょっとキラキラしてるよみたいになってみたいなそれでそしたらそこにいた人たちもどんどんキラキラしていったんですよ。でうわ何これ何これみたいになって、でそしたらまたそのあとね別な人たちとご飯4人で食べてたらまたその金粉化現象が起きて、で一緒にいた人たちもキラキラしだしたんですよ。何何何サイババとか言われてそれがね半年ぐらい続いたんですよ。もう本当にね手腕顔に出てキラキラしてるんですね。で一緒にいる人もなんか出るんですよ、うん、っていうことが本当にあって、で半年ぐらい続いて、別にでも私あらまって思って、へーってだから何って全然思ってなかったんですけど、みんなにもこれ集めたら金塊できるんじゃないとかって言われて、そんなに出ますかいやいや、まあ、でも本当あらなんか面白いなと思って、何かしら私のこう変化の時のお知らせなのかなとか、そのくらいにしか捉えてなかったんですけども、まあそんなことがありました、うん。でその当時は動画に撮ってフェイスブックに上げたりもしてねそうそうそう、なんかそういうこともありました、うん、本当に。でねもう一つ不思議な話がね、昨日母が亡くなった時にこんなことあったよって話したんですけども、また思い出したんですよ。さらにありました、キーンっていう音とかオルゴールの音がしたのとか、服をプンプピッピッピッって触られたとか、あとねこれだいぶ経ってから割と最近なんですけど、実家に私は毎月のように行くんですけども、父がいるのでね、そしたらね寝ようとしてたら寝てはいなかったんです、スマホ見ながら寝転がってたんですよ。そしたら階段をトン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 って上がってきて、廊下をスリッパで歩く音がして扉の前まで来たんですよ。で、あ父が上がってきたのかな、なんか用事かなと思ったんですよ。そしたらピタッと止まって、そこから扉開けないんで、あれと思ってでパンって扉開けたんですよ。そしたら誰もいないんですよ。と思って下に降りたら父がいびきかいて寝てたんですよであらと思って、あーこれは母だなって思ったんですね。でもう一つは父と夕食を食べてたんです、台所でね。でその隣の部屋と隣の部屋、和室が2つ続いてるんですけど、襖じゃなくてガラス扉なんですよ。で明かりがついてたら見えるんですね。でそれ電気もちろんいないんで消してたんですよ。でそれで食べてたらなんか急に暗い部屋なのに奥の部屋がピカーって光ったんですよ。それで父も見てて、あれなんだ今のってなって、えって言ってその奥の部屋行ったんですよね。そしたら人感センサーって人が通ったらピカーって光るやつ、あれを父が自分が夜起きた時のためにつけてたんですね。それが反応したんですよ、うん。
で誰もいないのに反応してピカーンって、それがね3回ぐらい続いたんですよね。でそこに母の遺灰とか置いてるんですよ、その部屋に。だからもしかして、あ、お母さんだねとか言って何何私も入れてみたいな感じだったかなとか言って終わったんですけど、でもう一つね、玄関横に物置があって、その物置も人感センサーつけてるんですよ。そしたらそれが夜父が寝てる時に、なんかあれ眩しいと思って、やっぱりガラス戸だからちょっと見えちゃうんです。光が光ると見えるんですね。寝ようとしたらピカーって光って、あれってんってなって、で私はまだリビングで起きてたんで、ちょっとちょっとって呼ばれて、なんやあそこ光るけどって言うから、行ったらなんかピカーって光るんですよ。でまた消えて、でまたピカーって光るんですよ。だから、あ、お母さんじゃないって言って終わったんですけど、そんなこともありましたね。うん、ね、はい。で、まみよさんがね、いつも楽しく拝聴させていただいております。にじこさんの死生観、お母様とのお話、とても心に染みました。最近いろいろ考えてしまうことが多かったのですが、にじこさんや皆様のお話をここで伺って、自分を信じること、愛してあげることを実践していこうかなと思えてきました。風さんに出会えたこと、にじこさんに出会えたこと、本当に喜びいっぱいですって、うん、よかったよかったね、すべてこういい方にね捉えられるといいですよね。はい。それからチピさんがね、にじこさん、また死生観の話してしまいますがいいですかって。なんかね、また今回もいろいろ来てね、なんだろうと思ったんですけど、やっぱりあれですか、お彼岸だからお彼岸のこう近くだからとか、なんか今こういうことを改めてみんな考えようっていう、あちらの方からの、あちらの世界の方からのメッセージでしょうか。ごめんなさいね、ちゃんと生きるようにっていうようなね、うん、かななんて思ったり、にじこさん、また死生観の話してしまいますがいいですか。この5月に夫が天に帰りました。夫が亡くなる前、空に天使の羽のような雲が現れました。その頃毎日ベランダに出るたび鳥が飛んできて私の前を飛ぶのです。だんだん距離が近くなり、目の前のアンテナに止まって私を呼んだり、ずっと私を見て泣いたり、今となって思えば天使が鳥の姿で夫を迎えに来ていたのかもしれないなと思います。そして夫は初七日には黒いアゲハチョウで私の前に現れ、納骨の時はトンボとして飛んできてずっとお墓の横に止まっていました。お盆にお墓参りした時もトンボで来てくれました。そしておととい、トンボの大群がベランダに出たと同時に飛んできて、その中の1匹だけ残って私のそばを飛び回ってくれました。その次の日、2回も落選した風さんのパナスタチケット当選の知らせが来てびっくりして2度耳しました。この時期は天に帰った父、ワンコたちの命日が続きます。みんなが私のためにトンボに乗り、風さんのチケットを運んできてくれたとしか思えないのです。その日は嬉しくて、こんなに嬉し涙って出るのと思うくらい泣いてました。諦めかけてたパナスタですが行けることになりました。感謝して良き人になろうと思います。本当に嬉しい。夫亡き後、風さんへの思いが全くなくなった時期もあったので、またその思いが戻ってきたことも嬉しいです、ということでね。チピさん、そうですか、当たってよかったですね。うん、ね、5月にね、旦那様をお見送りになったということで、ね、まだ間がないし、うん、寂しい気持ちはいっぱいでしょうね。うん、でもだからこそね、見守ってくれてるんでしょうね。うん、天使になって鳥の姿でね、天使が来てくれたのかなって、そうでしょうね。でね、トンボになったり黒いアゲハチョウで、よく蝶になるっていうのは言われてますけどね、トンボもね、そうそう、姿をね、虫に変えて、いるよ、見守ってるよ、ここにいるよってね、知らせてくれるって言いますもんね。うん、ね、いや、よかったですね。なんか今までね、ありがとうって、プレゼントだよみたいな感じかもしれませんね。うん、よかったよかったね。チピさん、もう思いっきり楽しもうね、パナスタね。うん、
はい、ありがとうございます。それから、あ、今度はね、お誕生日です。うん、静岡からの名前言わない方がいいか。おたふくさんね。うん、そうそう、この間私に会いに来てくれた方ですね。私の内容が幼すぎたことと口下手なこともあり戸惑ってしまいました。全然そんなことないですよ。2年半ぶりの東京はやっぱり刺激とワクワクがありました。これをきっかけに本当に行動しなければ変わらないと実感でき、歩き出せた気がしてます。そしてにじこさんに会えてお礼が言えて本当に良かった。これまで同様楽しく拝聴させていただいています。そうそう、おたふくさんはね、私にお礼を言うために来たって言ってくれて本当ありがたかったです。嬉しかったですね。最後に、誕生日おめでとう、素晴らしい一年になりますよ、明るい未来が待ってると言ってもらえたら嬉しいです、ということでね。はい、おたふくさん、9月15日お誕生日おめでとうございますね。素晴らしい一年になります、もう絶対になります、明るい未来が待ってます。もうそりゃそうですよね。今ね、心ときめいてることね、そのときめきのまま動いてみるといいと思いますよ。うん、我を忘れることなくね、自分を見失うことなくね、はいはい、もうだけど本当にね、キラキラ可愛らしい方だったんで、もうこれからの1年もういいことしか起きないって私はもう本当に予感しました。間違いないです。私が言ったらもう間違いないです。はい、断言はい、おめでとうございます。はい、それから9月24日はコスモスさんの、これは、お孫ちゃんかな。こんにちは。今この時にまたにじこさんの死生観のお話、偶然だとは思いません。23から24、亡き夫7回忌、息子たち家族集合して無事済ませました。次男家族には2年ぶりの再会でした。今回私が紅白で風さんに出会い、こんなに元気になってからのみんなとの再会でしたので、息子たちも喜んでくれたと思います。にじこさんのお話聞いていて、私も1年間は泣いて泣いて、人間こんなに涙が出るんだと思うくらい泣きました。そして1周期の時、夫に左の肩の方を引っ張られたことを思い出しました。今回三男の子供が急遽入院したりと驚くこともありました。今落ち着いてくれました。また横浜にお手伝いに行く予定です。起こることすべてに意味がある、そう捉えて前向きに頑張ります。三男の上の子、こうきくんかな、こうきくんが24日3歳のお誕生日を迎えました。にじこさんからの温かい応援いただけますか。いつもすみません。これからも風さん、にじこさんの配信聞いてパワーいただき頑張ります。はい、ありがとうございますね。ね、なんかね、ちっちゃな子供ちゃんがね、入院したりすると心配しちゃうけどもね、このこうきくんではない別のお孫ちゃんがね、入院したということでね、なんか旦那様に左の肩を引っ張られた、そっか、いるよ、見守ってるよって、そういうことでしょうね。うん、はい、こうきくんね、9月24日3歳お誕生日おめでとうございますね。3歳いいですね。この風ちゃんとあんまり変わらないね、もう本当にまだあちらの世界から来て間もないから、もう本当に本当のハイヤーセルフのままの自分で動いてる、見ててわかると思うんですけど、すごく自由でしょ。もうね、ある意味こうきくんがね、先生ですね。ああこんな風に生きればいいのかっていうね、ね、本当にこうきくん、もうこうきくんの存在が周りの人たちをもうめちゃくちゃ幸せにしますね。本当に生まれてきてくれてありがとう。こうきくんの未来もミラクルな、キラキラな、ミラクルいっぱいの未来がもういっぱい待ってるからね。もう本当に毎日毎日おいしいもの食べて毎日楽しんでね。おめでとうございます。はい、なんかこうやってね、こういう話が続くっていうのは本当やっぱり意味ありそうな気がしますね。うん、そしてもう一人の方は9月25日娘ちゃんのお誕生日って方ですね。ホリリンさん、
こんばんは、にじこさん。幸せに死ぬためには今をどう生きたらいいか、風さんも今の自分に何ができるかを常に考えてもがきながら活動されてるんだなと、にじこさんの話を聞きながら感じました。そして厚かましいお願いですが、9月25日が娘の誕生日なので、パチパチしてもらえたら嬉しいです。娘は6年前から東京でもがき苦しみながら頑張っています、ということで、ホリリンさんの娘ちゃん、9月25日お誕生日おめでとうございますね。6年前から東京で頑張ってるんですね。一人暮らしでしょうかね、もがき苦しみながら、いろいろ思うようにならないこともあると思います。でも一人で頑張ってね、東京でね、6年もね頑張ってるって素晴らしいことです。本当にいろいろあるけれどもね、嬉しいこと悲しいこと、本当に喜怒哀楽全部あるから人生楽しいんですよね。辛い時そのさなかはね辛いけども、過ぎてみたら、あんなこともあったね、でもそのおかげでこう今があるよねって絶対思えることあるから、娘さんもね、どうかどうか、ホリリンさんの娘さんもいろいろもがき苦しむことあると思うけど、全部糧になるから、だけど自分を殺してまで無理をする、自分の心を殺してまで無理をするのはまた それはちょっと違うから、やっぱりあれなんか体がおかしい、なんか心がちょっと重いってなったら、ちょっと立ち止まるってことも大切かなと思いますね。いつもいつも自分に寄り添って、自分を大事に大事に慈しんであげて、そしていろんなことを乗り越えてくださいね。おめでとうございます。もうきっと素晴らしい一年が待ってますからね、キラキラが見えますよ。はいはい。それから最後の方ですね、ポナさんですね。にじこさんこんにちは、いつも温かいお話ありがとうございます。コメントは愛があふれていて胸がいっぱいになります。本当にそう、皆さんのコメントが温かくてね。風さん情報が吹きまくってる中、個人的なことですが、9月25日は私の誕生日です。にじこさんにお祝いしていただけたら素敵な台を過ごしそうな気がします。厚かましいお願いですが、パチパチよろしくお願いします。全然厚かましくないですよ。23日のパナソニック発表でありがたくチケットを用意していただけました。いや、よかったですね。そう、他にもね、パナスタ当たりました、よかったって人が何人かいらして、本当によかったね、よかったですね。もう嬉しい、私も、勝手に誕生日プレゼントだと喜びをかみしめています。25日を迎える瞬間は大好きな優しさを聞こうと思います。あ、聞かれたかしら。今までお世話になった方々、そして風さん、にじこさんに出会えたことに本当に感謝します。ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。ダムの MV やインドの動きにワクワクドキドキで楽しみがいっぱいですね。ダッチ監督の言葉も気になりますね。本当気になる気になる。もうハンカチ持って準備しなきゃね。はい、ということでポナさん、9月25日お誕生日おめでとうございますね。パナスタチケット当たったって、もうなんてビッグプレゼントね。こんな嬉しいプレゼントが当たったって、もう幸先めちゃくちゃいい。ということはもうこの1年はもう素晴らしい1年ってもう決まってますから、はい、もう来年の今頃、いや本当最高な1年だったわって言ってるポナさんが見えます。はいね、楽しみに1年過ごしてくださいね。おめでとうございます。ということで今日もありがとうございました。なんかね、ここんとこなんかこういう話が続くんですけども、これも意味あるんだと思いますよ。はい、ありがとうございました。ではまた。